ここ10年でインデックス投資は投資家界隈において正解かのようにもてはやされてきました。当初米国の投資家の間でインデックス投資が話題になると、大手の YouTube チャンネルやテレビ番組、インテリ芸人などが一斉にもてはやし、今ではポートフォリオのコアにインデックスファンドを取り入れることが当たり前かのように言われるまでになりました。このレバナス専門チャンネルの動画をご覧の皆様も、 VTI などの米国株全体に連動する ETF や SPY や VOO などの S&P500 に連動する ETF をお持ちの方もいらっしゃると思います。私の周りの米国株投資家で、車のことはよくわからないからとりあえずトヨタ車というように、投資のことはよくわからないけどとりあえず S&P500 に連動する ETF を持っているという方も少なくはありません。車の件は置いといたとしても、一方投資に関してはどうなのでしょうか。車と違って投資においては過熱感という波があるのはご存知だと思います。投資の中でも特に株式投資においては、特に最近はスマホ一つでポチポチするだけで売買ができる、つまり流動性の高い投資商品ですので、多くの投資家がこれいいよと推奨すると、さらに多くの投資家が集まり過熱感を生み、本来以上の株価となる傾向があります。 IT バブルの時もそうでした。ドットコムという名前がついていたら、何のビジネスをしているのかわからなくても急激に株価は急上昇しました。そしてドットコム群が全体の株価を押し上げて、過熱感が高まり、どこかで誰かがなんか変じゃねという疑問を呈した瞬間に一気に急落するのがバブルです。そしてこのバブルがインデックス投資に当てはまるのではないかと言っている人がいます。皆さんご存知のマイケル・バーリーです。こんにちは、レバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンと申します。本日もアイフリーレバレッジナスダック100、通称レバナスに2000万円投資した運用成績を公開していきたいと思います。マイケル・バーリーは2008年のリーマンショックをズバリ言い当てて、プロの機関投資家を含む市場参加者の9割が大損害を被っている一方、このマイケル・バーリーだけは逆張りにて膨大な利益を上げた伝説の投資家です。そして最近、このマイケル・バーリーはツイッターにて、現在と2000年の時の違いはパッシブ投資バブルです。このパッシブ投資はここ10年で堅調に膨張してきた。劇場はもう完全に定員オーバーでぎゅうぎゅう詰め状態、出口まで人でごって返しているので、ここから唯一抜け出す方法は他人を踏みつけて脱出するしかない、そして出口はもう大きくないと言いました。ここで言うパッシブ投資とは、アクティブな攻撃的な投資とは違い、先ほど述べた米国株や S&P500 をはじめとするインデックス投資のことです。皆さんご存知の VOO とか VTI、VT などです。このツイートの意図はどのようなものなのでしょうか。これらインデックス投資は過去10年の成績とは真逆に、これからの10年は大変危険な投資となり得るのでしょうか。今回の動画は特に今までこのインデックス投資が唯一の成立解と思っていた方や、もしくはここにコアとしてポートフォリオの大部分を投資している方々は、またはレバナスにこれから大量に購入しようとされている方も含めて、一旦先入観を取り除いて、ぜひ最後までご覧いただければと思います。インデックス投資をされている方々はおそらく世界を代表する時価総額ランキングトップの銘柄に分散して投資していると安心して思っていることでしょう。それらの代表的な銘柄は言わずもがなですが、ガンマットと呼ばれる Google、Apple、Microsoft、Meta、Tesla などから、それらに比べて比較的小型銘柄まで多くの銘柄に分散して投資できる商品です。例えば純資産額として世界で最も巨大な ETF で SPY があり、これは S&P500 指数に連動する投資商品なので、米国を代表する500社に分散して投資していることになります。下手なアクティブファンドに比べて、この S&P500 連動 ETF に投資する方が大きなリターンを得られ、 Wikipedia によると過去10年のデータを計算すると年率換算で 14.71% ものリターンを叩き出しています。もちろんレバナスの方が高いんでしょうと思っている方もいらっしゃると思いますが、インデックス投資のほとんどの方は S&P500 連動 ETF に投資しているので、今回はここに注目します。平均すると1年間で 14% 以上ものリターンを得られると考えると、これは今すぐ投資しなければと思うのも無理はないでしょう。実際投資の神様のウォーレン・バフェットさんもこの S&P500 をこよなく愛し、妻への遺書として遺産の 90% をこの S&P500 に投資せよと書いてあるくらいです。ただしこのような事実が広がれば広がるほど、膨大なマネーがこの S&P500 指数に集まっていることも事実で、少し過熱感があるのではと囁かれ始めています。
しかしながら多くの時間を費やして決算書を読み込んで超優良株を見つけるよりも何も考えずに SPY に突っ込む方がはるかに簡単であるため、このようなささやきがかき消されるほどインデックス投資にどんどんマネーが集中している状況です。ブルームバーグによると平均として S&P500 に入っている企業の 20% 以上の株はインデックスファンドとして投資されていると指摘されています。そしてそれは2003年ではたったの 3% 程度でした。過去20年間弱でインデックス投資に多くのマネーが集まっていることがわかると思いますし、特に SPY は時価総額ベースですので、ガンマットなどの時価総額の大きい企業には平均よりさらに巨大なマネーが入っていることが想定されます。このインデックス投資に過熱感があるかどうかは投資家の判断に委ねられますが、少なくともマイケル・バリーはそのように考えているようです。2019年のブルームバーグからの E メールによる取材によると、マイケル・バリーは Passive investing has removed price discovery from equity market. The simple thesis and model that get people into sectors, factors, indexes or ETFs and mutual fund mimicking those strategies. These do not require a security level analysis that is required for true price discovery. と言いました。ここで言う Price discovery は直訳では価格発見となりますが、つまり市場原理の需要と供給で価格が決まるメカニズムが当てはまる株式市場において、インデックス投資は価格発見ロジックが機能していないと言っています。例えばマイクロソフトという企業は確かに有能な企業なので、マイクロソフトとしての企業価値に投資したい人は確かにいます。しかしながらインデックス投資に火がついた昨今、マイクロソフトなんて知らないけどインデックス投資しているおかげで間接的にマイクロソフトに投資している人が増えている現実もあります。これによってマイクロソフトの企業価値としての株価にプラスアルファとしてインデックス投資のおかげで株価に上乗せされるため、正しい企業価値が分からず、結果として価格発見という市場原理が働いていないことになるのです。しかも最悪なことに、インデックス投資というのは大手の YouTube や SNS などで、これは私も含んでいるのかもしれませんが、長期でやるものだという先入観を植え付けられています。そしてインデックス投資を実践している投資家たちの傾向として、投資の入り口として非常に簡単なため、マイクロソフトの企業分析もせず、そして財務状況も見ず、決算資料なんて一文字も読んでいない投資家もいます。これが悪いかどうかは置いといたとして、実際インデックス投資のこのような傾向が年々大きくなっているため、本来の企業価値よりも余計に株価は過熱感を持ち、価格発見ロジックが喪失している状況です。そしてこの価格発見ロジックが喪失して過熱感とともに上昇する様子を一般的にバブルと読みます。そしてこのバブルは過去10年間から20年間の間ひたすら上昇し続けているのが現実で、通常バブルが長く続けば続くほど、またバブルが大きくなればなるほど、バブル崩壊時の落差は非常に大きくなります。ここの部分がマイケル・バリーの劇場には多くの人が集まりすぎている、この劇場から出る唯一の方法はこのごった返している人々を踏みつけて出ていくしかないという部分です。インデックス投資の市場に多くの人が集まりすぎていて、そして多くのインデックス投資家は長期でやるものだと錯覚しています。これが正しいかどうかは置いといて、この劇場に火事が発生したらどうするのでしょうか。おそらく大半の人たちはインデックス投資は長くやるものだと念仏を唱えながら火の手が迫ってきても動じないでしょう。ただスクリーンが燃えて大半の人が逃げても、念仏を唱え続け出口がごった返して多くの人が犠牲になっていても、インデックス投資は長くやるものだと念仏を唱え続けられるのでしょうか。おそらく火の手が自分の足元までやってきて初めて逃げ出すことになると思いますが、その頃には出口には人がごった返してそう簡単には出れず、その頃にはもう相当のダメージを負うことになります。これがマイケル・バリーのツイートの意味です。つまり安定して成長すると思い込んでいたインデックス投資も、ある程度下落すると少しずつ人々が離脱し、そして機関や自動売買プログラムたちがリスク回避して離脱する頃にはかなりの下落率になり、もう耐えられないというところまで下落したところで人々はパニックに陥って売りに行くことになります。これは個別銘柄でしか起こり得ないと思っている方が大半だと思いますが、インデックス投資でも当然起こり得ます。特に S&P500 の時価総額加重平均型の SPY や VOO は起こり得ます。なぜならば S&P500 はガンマットのような成長銘柄が牽引役となって上昇してきたので、例えば今のような利上げや金融引き締めをされると成長銘柄群は全体的に下落し、ここにウェイトを大きく置いている SPY などは結果として大きく下落することになります。
ではこの動画の中で最も重要な部分をお話しいたします。ここまでは余談でしたが、ここまで聞くとレバナスも同じじゃない、ナスダック100だってインデックスでしょ、しかもこっちの方が成長銘柄に投資している割合が大きいんだから、金融政策によってナスダック100の方がダメージが大きいんじゃないの、と言われる方もいらっしゃると思います。ここで普通のレバナス系の YouTube チャンネルなら、いやいや2002年の月足マックディのゴールデンクロスから購入したら、今の下落を考慮に入れてもレバナスの方が S&P500 よりはるかにリターンがあるというでしょう。他にも S&P500 は米国株限定ですが、ナスダック100は世界の優秀な企業に投資しているから、米国に何かあった時にはナスダック100の方がいいという方もいらっしゃれるかもしれません。はい、実際それは事実です。ただこのチャンネルの回答はそれだけでは終わりません。むしろレバナスに投資している方が知っているようなことを言うためにこんな動画を作成しているわけではありません。先ほど劇場の話をしましたが、実際劇場に火事が発生してみんなが逃げ惑わなければならなくなったとします。この時の取引量としては今の下落相場よりはるかな暴落を想定していますし、このような暴落は当然起こりうると思います。以前レバナス系 YouTuber で IT バブル崩壊などありえないと豪語されていた方も、今ではそのようなことを言わなくなったどころか、実際今の暴落相場を実際に体感するとリスクに応じてナスダック100の1倍でもいいというようになってしまいました。ですので今後も暴落というのは定期的に発生するということを念頭に置いて投資することが重要です。ただその暴落時にインデックスとして何が起こるのかを理解するために、このブルームバーグの記事に非常に興味深い内容が記載されています。この部分はレバナスに投資している方だけではなく、 S&P500 に投資されている方に特にご理解いただきたい内容です。ガンマットなど時価総額の大きな銘柄の割合が大きいナスダック100と、時価総額の低い銘柄も含む500銘柄で構成されている S&P500 を比較した時に暴落時どちらが不利かという記事です。この文章は非常に長いため全ては読みませんが、趣旨としての大事な部分はここだけなのでここだけ通訳します。時価総額の小さい銘柄において、ここではラッセル2000を例に解説していますが、日中の取引額が500万ドル未満の銘柄は1049銘柄あります。2000銘柄の中で半分がこのような取引額が小さい銘柄ですが、そのさらに半分の456銘柄は100万ドルにも達していません。しかしながらインデックス投資という投資法がもてはやされたことで、何千億ドルものマネーがここになだれ込んできています。もちろんこれは S&P500 にも適用されるロジックです。この S&P500 の500社の中の半分以上に該当する266銘柄は個別銘柄としては1億5000万ドル未満で取引されています。1億5000万ドルって聞くと非常に多額に聞こえるかもしれませんが、世界中の何兆ドルもの資産がインデックスとして流入されています。劇場はますます混雑していますが、出口は昔のままです。世界的に流動性の低い株式市場や債券市場に参入するとこのような状況はさらに悪化します。つまりこの文章で言っているのは、暴落発生時に S&P500 のインデックス指数として指定されているがゆえに増加する取引量、つまり売られる数はナスダック100よりもはるかに大きくなる。もう少し正しく言うと、本来 S&P500 のインデックスとして指定されていることが理由で売られる量は、本来の各銘柄としてあるべき売られる量に比べると何千倍にもなって売られるということです。もちろんナスダック100もインデックスとして同じことが言われますが、その取引量自体が桁違いです。 S&P500 連動 ETF の代表的なものとして SPY、IVV、VOO がありますが、直近のコロナショックで最も下落した週の取引量は SPY で15億、 IVV で8900万、 VOO で8300万でしたので、合計では16億7200万の取引が1週間で発生しました。それに対してナスダック100の代表 ETF として999がありますが、同様にコロナショックで最も下落した週の取引量は5億7800万でした。ですので暴落時は S&P500 連動 ETF は取引量としてナスダック100連動 ETF の約3倍も売られていたことになります。実際999と SPY の値動きで比べると、コロナショックでは SPY の下落率の方が高いことがわかります。そしてその後の上昇度合いは999の方が高いことがわかります。おそらくインデックスとして指定されていなければ、確実に成長銘柄の方が売られる可能性が高かったはずなのに、インデックス
スとして、特に S&P500 は投資の神様もおすすめするぐらい世界に広く知れ渡ったインデックス投資になっているがゆえに、売られる時はナスダック100の3倍も売られることになり、結果としてナスダック100よりも S&P500 の方が下落することになっているんです。しかもその後の上昇はナスダック100の方が上昇するんです。ですがここにレバレッジをかけたレバナスが最適解と思うのは少し早とちりしすぎです。レバナスだと暴落時の下落幅は SPY よりも高くなりますので、誰でもレバナスのガチホが最適解と思うのは間違っています。このチャンネルでは暴落を食らったとしても10年後に1億円に行くところを見せつけるためにレバナスガチホチャレンジをしていますが、これが誰でもどんなリスク許容度の方にも最適解であるとは思っていません。じゃあ一般会としてどうすればいいのかに関してはいつも解説していますが、売買のタイミングを見誤らないことです。このチャンネルでは2022年の1月に月足まくりのデッドクロスが発生したため、今後下落するリスクがあるためリスクを取れない方は売ることを推奨いたしました。実際その時から現時点でレバナスは 60% 程度下落しました。じゃあ次いつ買うのかに関してはここが気になると思いますが、そのタイミングを解説する前にここまでの追加購入のタイミングを再度復習した上で次の売買タイミングについてお話したいと思います。2021年の夏に買いシグナルが点灯し2000万円を投入しました。ただしこの時は YouTuber としてチャンネル解説はしていなかったのでノーカウントとします。その後 YouTube を解説して第15回の動画を9月に上げて、これから下がりますので売ってください動画を出してから約1ヶ月間下がり続け、最終的に 15% を下がりました。その後10月4日の第34回の動画にて買いシグナルが点灯したため買いなさい動画を出しました。実際私もこのタイミングで追加購入をしましたが、ここから 25% 上昇した11月10日に売りシグナルが点灯しました。この時このチャンネルと Twitter にて売りなさい速報を出しましたが、そこから横横して年が変わってから量的緩和バブルが崩壊しました。この11月10日に指示通りに売っていたら1月初旬の大暴落には巻き込まれずに済んだので、チャンネルや Twitter にて感謝のお言葉をいただきました。そして今年の1月の初旬に大暴落をした後で2月3日に第74回の動画にて余剰資金の10分の1を投入しましたという動画を出しました。この中では今後も下がる可能性があるので段階的に投入することを推奨しましたが、今後に関しては大きな下落トレンドが発生している中ですので、次の段階的投入は月足マック D のゴールデンクロスにしたいと思っております。その理由の一つとして、この下落がさらに進んだ場合リーマンショックと同程度、場合によっては IT バブルに並ぶ下落率になる可能性もありますが、これらリーマンショックも IT バブル崩壊も下落の最終段階では 100% の確率で月足マック D のゴールデンクロスが発生します。月足マック D のゴールデンクロスが発生したからといって 100% 上昇するとはなりませんが、大きな下落の後では 100% の確率で月足マック D のゴールデンクロスが発生します。このチャートは IT ショック後のゴールデンクロスに100万円を投入した際の資産推移ですが、2021年末の最高値の時は100万円が1億円になりました。このようにゴールデンクロスで買って放置しておけばいいということになりますが、100万円じゃなくても1000万円なら10億円になります。さすがに10億円はやりすぎで人間ダメになってしまうので、数億円で終わってハワイに別荘を買って人間であることを忘れないためにほんの少しだけ寄付だけお願いいたします。言わずもがなですが、この月足マックリーのゴールデンクロスが発生したタイミングでこのチャンネルにて速報動画を出していきます。チャートをいちいち見るのがめんどくさいという方もとりあえずこのチャンネル登録をしていただくだけで、もちろん無料でこのタイミングをお知らせいたします。ですのでチャンネル登録及び通知ボタンの設定をお願いいたします。それではお待たせいたしました。最新のレバナスに2000万円投資した運用実績を公開していきたいと思います。11月7日時点での基準価格は 16,427円となって、投資額 2,292 万円に対して評価額 1,085,1479円となり、運用利益は 1,207,2245円の持ち出しとなっております。このレバナス2000万円ガチホチャレンジは売らない約束ですが、これまで申し上げた予想通り再度下落してきました。
このチャンネルはレバナスの買いタイミングを公開してきましたが、この半年間はマーケットが下落すると申し上げてきた通り、この間は積極的にレバナスは買い増ししていません。その間ひたすら現金を貯め込んできました。今では現金比率がやばいことになっていますが、この現金は日本円ではなくドルをはじめとする他の通貨で持っています。第53回の動画では、日本円はゴミになる、余剰資金は日本円ではなくドルで持てという内容を解説いたしました。ではなぜさらに円安の方向に行くと思っているのかを解説いたします。このチャンネルでも再三解説してきたように、アメリカは量的緩和によって経済は回復基調にありますが、その背反としてインフレが発生しています。そのインフレを抑え込むために FRB のパウエルさんは金利を上げる必要性に迫られています。現に利上げの下準備であるテーパリングはもう始まりつつあり、来年には利上げに踏み切ることは濃厚です。このアメリカの利上げがミソです。ドルを持っておくと金利が発生するのであれば、日本円で保管しておくよりドル資産にして持っておいた方が利益が出ますので、世界中の投資家は日本円を売ってアメリカドルを買いに行きます。日本円が売られるとその価値はどんどん低下するので、結果として円安に行く傾向が強くなります。もう一度言いますが、円安は今後も加速することになります。この第53回の動画は去年の11月に出したので、この時のレートの1ドル115円で買ったとしたら、今が1ドル151円になっていますので、 31% も資産が上昇していたことになります。ですので、一つの対応策として、私のようにドルや他の高金利の通貨を持っておくという選択肢があります。詳細は第53回の動画を参照いただきたいのですが、簡単に言うと、お金は金利が低いところから高いところに流れる性質があるので、今のように FRB が利上げをし続け、日銀がゼロ金利を維持している限りはドルは比較的強くなる傾向があります。最近はレバナスに関してはチャンスを待つだけですが、今はとにかくドルを買おう、ドルを買おうと言ってきました。言った通りドルはすでに 30% 以上も上昇してきましたし、これは今日のニュースですが、今日もドルが上がって32年ぶりの円安水準になりました。現在進行形でどんどん上がってきています。もちろん株式取引の証券口座で、楽天証券や SBI 証券では1ドル買うのにスプレッドと呼ばれる手数料今日は25銭必要ですが、概要欄にある LINE 証券や松井証券 FX では1ドル 0.2 銭と25銭に比べて100分の1の手数料でドルを買うことができます。少なくとも私は今はこのように資産運用しています。もし興味がある方は概要欄にある LINE 証券や松井証券 FX で口座開設だけしてみてはいかがでしょうか。ちなみに LINE 証券では口座開設と条件達成で誰でも5000円もらえるキャンペーン中ですので、これをきっかけに資産の数パーセントからでも始めてみてはいかがでしょうか。このチャンネルはレバナス1本をテーマにしたチャンネルですが、サブチャンネルではレバナス以外の売買タイミングも公開しています。 TECL や SOXL、 テスラなどレバナス以外の売買タイミングを公開しているサブチャンも運用しています。サブチャンでの最近の売買としては、5月16日に TECL 差し値 34.54 ドルを50万円分購入し、その翌日5月17日に差し値 37.60 ドルで30万円分を売却、その2週間後の5月31日に 38.50 ドルで全て売却したので、両方合わせて 10% 程度の利益になりました。その後は一気に下落局面になってしまったので、2ヶ月程度間を空けた7月29日金曜日に TECL 差し値 39.4 ドルを150口分購入、8月1日月曜日に差し値41ドルで売却しました。実動2日で 4% の利益になりました。残念ながら売却した翌日急落してしまいましたが、その後上昇に転じて8月8日に残っていた TECL 50口分を全て売却しました。この50口に関しては 39.40 ドルから43ドルでしたので、9% 強の利益になりました。1週間ちょっとで 9% の利益になったのは良かったかなと思います。また個別株に関しても、7月22日金曜日にテスラ株を購入したと速報を出しました。購入単価は816ドルで10株分購入しました。ここはまだ売却できていませんが、8月1日時点で910ドルですので、現時点で 11.5% の利益となっています。今後も買った売ったタイミングでこのサブチャンにて公開していく予定
定ですので、リアルタイムで売買タイミングを知りたいという方はチャンネル登録および通知ボタンの設定をお願いいたします。メインチャンネルではまたライブにて今後の取引のポイントとなるニュースを定量的に解説していきたいと思いますので、お時間あれば参加いただければ嬉しいです。このチャンネルは爆発的利益を得るために売買のタイミングもしっかり解説した上で、メインチャンネルではレバナスに限定して資産も丸裸で公開していますので、あくまでも自己責任の上で参考にしていただければと思います。私のチャンネルではこのように皆様の資産を爆発的に増加させるためにレバナス専門チャンネルとしてレバナス絡みの情報を解説しつつ、レバナスに2000万円投資した運用成績を公開していくチャンネルです。動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録いただければモチベーションアップにつながります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。